あれ新しいやつ買ったんじゃないのそれ。ねえ、新しいやつ買ったんじゃないのそれ。これですか、うん、これは登録にいただきました。そう。そうなんですよ。これ。やんなっつったの。そう。だから、登録にやんなって言うからやっぱやった。やってやってっつって。そう。これ、セリクソンの、うん、平井博明のワンナップゴルフ。ZX7 マーク2ダイヤ。ダイヤ？ダイヤ。このダイヤが付いてるんですよ。本当だ。そう。ちょっとね、ちっちゃいんです。440？ 通常が450かな、うん。うん。ちょっとちっちゃいんですけど。体積？そう、体積。440cc。うんうん。めっちゃくちゃいい。いいの？これはやばいかもしれないですね。あ、そう。何がいいって、もともと小顔が好きなんです。うん。大体今の最近の小顔ってヘッド体積が大きいから小顔になるとすごいディープになるの、うんうん、だけどそんなディープじゃないの。ただちっちゃくなったっていう意外性言っていい、うん、大体こういうヘッドってめっちゃ捕まんないの、うん、全然捕まる。え、なんで捕まんないのそういうヘッドって。やっぱりこう今のちっちゃいヘッドってここが削れてて洋なし型になっててこう重心が右上になってるドライバーって多いのね、うんうんうん、これね、意外とね、見て分かるよね、意外とオーソドックス顔なのね。はいはいはい。俺1球目打ってびっくりしたんだけど、うん、全然普通に捕まんのね。へー。そう、だからただ普通のいいヘッドのドライバーに、ただちっちゃくした感じ、いいことしかないじゃんみたいな。へぇ。そう、めっちゃくちゃいい。クラブのレビューして、YouTuber っぽいじゃん。いや、そりゃそうじゃって。本当に おかげのさまで、本当にあの、1万人行きまして、本当にありがとうございます。はい。で、ちょっと、クラブレビューなんぞ、やって、見ちゃおうかな。あの、何ちょっと流行りに乗って。ねえ、YouTuber っぽいよ。YouTuber っぽいのやってみよう。やっていいの？やって？やるのは得意よ。やってよ。ああ、だから、これは、すごい。いいんだ。いいよ、これは。本当に打感いいですよね。これ本当に柔らかい。柔らかいんだ。うん。で、程よくキーンっていうし、程よくバチっていうのね。うん。ゼクシオみたいにこうパキャンとは言わないんだけど、うん、でも金属音はしっかりするの。だから飛んだ感はあるのよね。ウエイトがね、これ2つついてて、うん、5g 5g 同じグラムついてるのね、うん。だから合計10になれば、うん、バランスこう変えられる。例えば8-2 にしたらもっと捕まるし、うんうんうん、そう8-2にしたらちょっと逃がせるし、はいはい、これはいいなと思って。それ普通の ZX7 と何が違うの？マーク2で大きさだけ。あ、まあ性能も違うんだけど、うん、俺こっちの方がいいな。ダイヤの方がいいな。全然変にボテッとしてないから、あの無駄なとこ省きましたっていう。あ、そうなの。唯一難点言っていい、うん、9.5 しかないの。あ、そうなの。うん、でも十分上がんだよ。大体でも十分上がんだよっつって大体みんな打つんだよね。ほら上がったでしょって。でもワンナップゴルフは打たないから。打たない。うん。で、捕まるんだよってほら捕まったでしょって打たないから。うん、打たない。そう。だって捕まったんだもん。捕まったし浮いたの。クラブレビューしてるのに打たない人いるんだ。そう。インパクトゼロと説得力ゼロだから。新しいやつ。新しいやつでしょ。新しいやつ出てきた。そう。だって、打たないんだからさ。説得力がないじゃん、一番。レビューって言ってんだよ。だって、音とか言ったらさ、打ちゃわかるのに打たないからね。うん、そうだね。うん、でも、ほんといい、これ。そうなんだ。うん。なんか、顔も構えた感じ、こんな感じ。あの、マットブラックですね、流行りの。あ、そうだね。うん。艶消しだ。そう。かっこよくないこれ。かっこいい。いや、いいっす。本当に。え、それ使うコースで。全然使う。あ、使うんだ。全然使う。で、ちょっと今回、シャフト切ってみようかなと思って。今 45.25 という名の46なのね。そうだよね。ひろゆきのところ偽物だから、あれ。そう。長さがね。そう、長さが。大体違ってたじゃん。そう。あれ、ひろゆき間違ってんだ、あれ。R&A。そう、だからひろゆきのところで 45.5 か 45.25 ぐらいにして、うん、でウエイトこのままでちょっとバランスがその分軽くなるじゃない、うんうん、ちょっとそれ面白いなと思って。ね、今ちょっと重いの。なんかちょっと重く感じるんだよね。そうだよ、これ今日初めてだもんね。初めて。じゃあこっから調整していくんだ、そういう細かい。そう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 。あ、じゃあちょっと短く持って打ってみたら分かるよね。
いつもこんぐらいだから、こんぐらいで持って打ってみたら分かる。後で打ってみね。本当に打たねえんだこれ。だったら今打ってみればいいじゃん。さすがに。ちょっと打ってみようか。そうだね。え？ちょっと短く持って打ってみる。うん。どう？ね、うん、さっきまでちょっと左行ってたのね、長く持って。行ってた、行ってた。で、今完全に短く持って右行ったの。うん、そうだね。もうちょっとだけ長く持っていい？うん。真ん中行くの？そうすると。うお。本当だ。これが理論かじゃん。これが理論。理論。でも理論って簡単なんだよ。そうだよ。長く持ったら左行きました。短く持ったら右行きました。じゃあちょっと真ん中持ってみようか。うん。そしたら真ん中行った理論。もうね、ごちゃごちゃ言わねえから理論だって。そういうことだよね。うん。そんな調整でいいって言ってたよね。そう。ほんと、だから、鉛みたいなもんよ、今の。鉛を張る張らないみたいな。そんな調整よ。だから長いから、ちょっと短くしようって、だから言ったでしょ、俺。言った。だあの長さにしたいの。なるほど。あ、そう。そっか。そしたらいつでもあれなんだ。そう。だから、登録、今の、録画しといて、ちゃんとここ、うん。この辺持ってたっつうの。そう。そうすれば、ひろゆきにここって言って、どこだよって言われるから。そうだね。そう。いや、あれだね。そこまで切ってって言う。じゃあ、ダイモンで、その YouTube 見て確認して。あ、そうだ。OK。わかった。じゃあ。ダイモン流れてるでしょ、ずっとワンナップゴルフ。そう。だから、登録の編集終わったら、俺、ダイモン行くから。いや、やばい。3球も打った。そうだよ。金払わないと。3球分。そうだよね。大変なんだから。お小遣いなくなっちゃうんだから。ほんと。マジで。割り勘ね。割り勘だね。割り勘だ。ああ。でもほんとにいいクラブ。飛ぶの？変わんない？飛距離はね、ほとんど変わんない。あ。ほとんど変わんないんだけど、だいたいこういうのってさ、いや、飛ぶって言うじゃない。ほんと変わんない。え、何が変わんの？もともと、前の、うん、ダイヤ関係なしに、もともとの ZX7 と、うん、ZX7M2、うん、何が変わったか、うん、フルチタンになったから。あ、そうなの？戻った。ZX7 は複合？複合。チタンとカーボン。あ、これが旧モデルね。うんうんうん、でこれが新モデル、ね。はい、まあ、今現行、うん。で、この、ここがそうカーボンだもんね。そうそうそう、網目になってるじゃない、うん。あ、そう。これがフルチタン。あ、こっちはこれが複合。複合。でもこのカーボンあれでしょ？シール。あのドンキに売ってる財布と同じで、それカーボン調のシール貼ってあるだけでしょ、これ。財布買いく？買いに行く？ドンキに。2000のカーボン調のシール貼ってあるやつね、これね。言っていいのか分かんないけど、うん、この松山くんはこのモデルの時もフルチタンなのね。あれ？じゃあシール貼ってないんだ、カーボン調のシール。松山くんはフルチタンだから、うん、それこそ松山くんの方がシール率ある。そうだよね。そう。模様が一緒なんだったら、それはそのカーボンのシール貼っちゃってるね。そう、そう。松山くんは多分ドンキでカーボン調のシール買ったかもしれない。そうだよ。あ、本当に松山選手ごめんなさい。松山くんは、うん、あのモデルからフルチタンだから。うん、そうなんだ。ZX5 ね。あ、5はフルチタン。そう、フルチタン。うん？市販はカーボンよ。うん、市販はね。そう。松山くんの ZX5 は。あ、松山くん5なんだ。5よ、5、5。あ、そうなんだ。ウェイト1個なんだ。そう、そう。ええー。でもフェイスも、松山くんは銀色なの。削ってんのか、うん、上から見た時のフェイスが見えるように、シルバーだと見えるじゃない。黒だとさ、絶壁に見えんだよね。うんうん、だけど、シルバーにして、フェイスをちゃんと見えるようにしてるのか、理由はわかんないけど、うん、どっちみちなんか加えてるよね。そう、だからそういう細工があるんだよね。え、フルチタンにそれなったことでなんかいいことあんの？あのね、ボールが上がりやすくなる。あ、そうなんだ。そう、重心が上に来るから。あ、そっかそっかそっか。そう、重心が重いのか。そう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 。カーボン。カーボンの方が軽いじゃない。そう、そうすると、重心が下すぎて、球が浮いていかないんだよ。スピン量が少ないのよ。もしかしたらフルチタンの方が飛ばないっていう人も可能性として出てくるかもしれないよね。要はパワーヒッターとか。ああ、もともと飛ぶ人がとか。そう、そう。だけど、それだから LS って出たの。
ロースピンですね。通常モデルとロースピンモデル LS っていうのが5の方にはあって、うん、まあ、7はもともとあのスピン量が少なく設計されてるから、うん、LS じゃなくてダイヤっていうのが出た、これね、うん、そう7とダイヤで要は4種類あるわけよ、うんうん、ノーマル5の LS5、うん、ノーマル7、7ダイヤであって、アメリカには7の LS がある。へえ、そうだ、アメリカは5種類、うん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 、えダイヤとノーマルはどう違うの？体積、体積が違うんだ。あ、そのさっき言ってたちょっとちっちゃいんだ。そうそうそう、 10cc ね多分、うん、アメリカはダイヤがない。あ、逆にないんだ。逆にない。 LS になってる。あ、7LS は、うん、こことここにウエイトがついてる。うーん、そうそうそう、ここじゃなくて、で 5LS はここに1個だけウエイトがついてて、はい、ノーマル5はここに1個だけついてる。うんうんうん、そう、気持ち悪いでしょ、うん、すんごい、そんなとこまで知ってんだって感じでしょ、うん、欲しいものは調べるそう、でも本当にこう打感いいし、あの本当同じぐらい飛ぶと思う。あ、そう、変わんないんだ。そう、あれも飛んだじゃん、だって、うん、ヘッドスピード43で293いったでしょ。そうだね、そうだね、そうだね、うん、だから飛ぶんだよね、うん、であれより飛ぶって言ったらもうおかしくなっちゃうじゃん。300ヤードも。そう、だからこっちの方が飛ぶって言わない。うん、うん、全然これも飛ぶしあれも飛ぶし、うん、両方いいクラブ、うん、うん、だから本当のレビューを撮ってきました。レビューっぽいレビューじゃなくて本当のレビュー、うん、そうだね、つまんないね。つまんないでしょ、うん、そう、ちゃんとしちゃったじゃん。それでいいね、打っちゃったし。そう、レビューなのに打たないから面白いんで。普通のになっちゃったね。普通のになっちゃった。あんまいいことじゃない。お蔵入りです。ボツだね、うん、公開されませんこれは。じゃあそうだな、俺の通勤時間に見るだけにする。そうだね、うん、池谷君にだけ公開。わかりました。再生回数1回でございますあれでもなんだっけ、なんかの動画さ、うん、好きすぎて自分で見すぎてさ、うん、公開された時にはもう12回からスタートしてた一番見てんの自分じゃみたいな。そう、やっぱりこう見えてもちゃんとトール君が編集してくれたやつを見るのがめちゃくちゃ楽しみなんですよ。毎日上がってないかな、上がってないかなってチェックして、で土日しか上がんないの知ってるんですけど一応平日もチェックしてるっていう。あ、すいませんね。そう、上がったら超ラッキー。そうで、したらもうまずテレビの大きい画面で見て、言葉とかテロップとかそういうの全部チェックして、で通勤時間もチェックしてっていう感じです。今回は ZX7 のスーパーレビューを撮ってきました気に入っていただけたら、チャンネル登録ではなくて買ってください本当ダイヤいいです、うん、売ってんのそれ普通に。売ってる売ってる売ってんの。売ってる売ってる。これは本当おすすめです。多分タケちゃんも多分これになってるかもしれない。タケちゃんね ZX5 の LS だったんだけど、うん、やっぱ7がいい、操作性がいい。タケちゃんもちっちゃいのが好きなの、うん、だから操作性がいい、ちっちゃい方がいいって言って、7のダイヤがいいとか、あと普通の7がいいって言ってたから、うんうん、だから先に俺が使っちゃったそうなんです。なんでぜひ気になった方はですね、ショップ行ってシダの方を押してみてください。はい、で今回のレビュー以上になります。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。